最後の最後本当に分かんなくなってきちゃうな。これ本当そうですよね。今一周差以上あるとはいえですね、まだ高橋拓実にとりましては試練の時間になりますね。今確かに県境には雨雲が発生しています。この影山の西、どうでしょう、距離にして20キロぐらい、19キロ圏内には雨雲があります。徐々にではありますが、西の空から雨雲が近づいてきているのはどうやら間違いなさそう。これチェッカーまで持ってくれればと思ったんですが、予想よりも速いスピードで雲が近づいてきているようです。下から
もっもっと雲が近づいてきているのが分かりますので、着陸したので行きましょう。さあ、今吉村鈴木の今ブルックスだけが2分10秒台で走っているんですか。その雨の貴重なタイミングでですね、1号車はですね、ピットウィンドウがやってくるんですね、今、はい、マーカ・ビリップ選手が待機しています。わかりました。こちらピットの準備できます。タイヤは今覆われていて、ちょっとわかりません。ウォーマーかけられているんですね。わかりました。さあ、ウォーマーがかけられている、スリップだ。今ウォーマーが外されました。タイヤブランケットが外されています。とりあえず